始まりましたポケモントーナメントファンシーカップ。進化していないポケモン同士の戦いです。姿形は可愛らしい彼らですが、そのうちに秘める闘志がどう爆発するのか楽しみなところです。ここで炎のタッチ、おーっとこのポケモンではまずかったか。ちょっとしびれごだ、おっと失敗。さあ熱いバトルが展開されております。グッティッパー、いい当たり、おっとダウンだ。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでサバサバの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。激しい攻撃、おーっとポケモンの選択を誤ったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでビードルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ、攻撃炸裂、あーっとあっけなく倒れてしまった。ここで試合終了。さあ今度はいかなるバトルを見せてくれるのでありましょうか。第2回戦です。さあ手始めに大きなダメージ、あーっと早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでズバッとの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。おおっとポケモンの選択を誤ったか。おっと一発の攻撃でダウンだ。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでアーボの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。ここで再起です。おーっと強烈、あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。さあ今度のバトルも楽しみなところ、第3回戦です。
おっと、いきなりのポケモンチェンジです。ここでゴーストの登場だ。あーっと、自爆した。攻撃を全く受け付けません。あーっと、ダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでサバ様の登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。おっと、ここでポケモンをチェンジです。おっと、我慢しています。さあ、今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。戦う構えに入って、さあ今度は狙い的中。さあ、まだ我慢している。さあ、熱戦が続いております。さあ、これは大きなダメージ。さあ、まだ我慢している。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで竜の怒りだ。よし、おっと、ダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゴーストの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、きつい一撃。さあ、ここでよし、当たった。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。これはどうだ。いい感じの当たり。あーっと、ガッチャか。ここで試合終了。観客の興奮も大いに高まってまいりました。第4回戦です。ここで集団スプリントだ。おっと、このポケモンではまずかったか。試合開始早々いきなりダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここでタッツーの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。これはどうだ。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、今度はまずまずの当たり。片やまだ余裕しゃくしゃく、片や疲れを見せております。続き一発。よし、あーっと、勝ったか。残りのポケモンの数に差がついております。ここでトタキンとの登場だ。
現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、攻撃炸裂、刺激で倒れてしまった。ここで試合終了。も後半に入り、バトルはますますヒートアップしています。第5回戦です。おっと電磁波、おっと麻痺してしまった。勢いのある攻撃、よし当たった。激しいバトルです。さて、激しい攻撃、大きなダメージ。この攻撃、いい感じの当たり。白熱したバトルが続いております。ぶつき一発、よし、あーっと力尽きたか。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでガーディの登場だ。さあここから挽回したいところ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで波乗りだ。このポケモンではまずかったか。あーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでプリンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこれは、おっと麻痺してしまった。さあ今度はまずまずの当たり。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでゴーストの登場だ。おっと麻痺して動けません。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。さあこの場面で、おっと特殊能力がダウン。おっとここは動けません。さあ熱いバトルが展開されております。さあここで大きなダメージ、おーっとダウンだ。ここで試合終了。
さあトーナメントも残り少なくなってまいりました。第6回戦です。ここで波乗りだ。おーっとポケモンの選択を誤ったか。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでカモネギの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここでジューダスボルトだ。おーっとこのポケモンではまずかったか。おーっと一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでゼニガメの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっています。激しい攻撃、効果は抜群だ。あーっと一撃で倒れてしまった。ここで試合終了。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。バトルの姿勢に移って、おっと電気波、おっと麻痺してしまった。あー急所を捉えた。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでゼニガメの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。戦う構えに入って、これはよし当たった。おっと毒毒攻撃。さあ毒で少しずつ弱らせる。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこの場面でよし、おっと麻痺して動けません。さあ激しいバトルです。さあここでいい感じの当たり。おっとここは動けません。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度はまずまずの当たり。ここで波乗りだ。いい当たり。あーっとチャージきたか。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでピカチュウの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。ここでジューダスボルトだ。効果は抜群だ。あーっとダウン。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。
ここに人影の登場だ。現在のところ残るポケモンは1対2、緊迫した戦闘が続いています。この攻撃、急所を捉えた。激しい攻撃、大きなダメージ。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。セミファイナルバトルです。ここまで勝ち上ってきたからにはもう負けるわけにはいきません。さあまずは急所にヒット。ここで回避率をアップです。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここでサイコキです。おっとこれは外れ。まだまだステータスをアップします。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで10番ボルトだ。おっと当たりません。まだ攻撃には移らない。白熱したバトルが続いております。激しい攻撃。おっと攻撃が外れた。おっと金縛り。おっと金縛りが効いた。さあ熱戦が続いております。さてこれはどうだ。おっとこれは外れ。さあこれは効果なしです。さあ熱いバトルが展開されております。いったー。あーっとこれも当たらない。おっと失敗。さあ激しいバトルです。激しい攻撃。よし当たった。おっとダウンだ。さあ次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでロコンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ今度は特殊能力がダウン。おっと地球に潜ったぞ。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。両者とも睨み合ったまま動きません。ここでポケモンをチェンジだ。ここでミニミューの登場だ。さあここでよーしヒット。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。さあこの場面で急所にヒット。
ここで龍の怒りだ。鋭い当たり、あーっと、つかったか。さあ、使えるポケモンの数に差がついている。ここでピカチュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあ、これは強烈な一撃。おっと、電磁波。おっと、麻痺してしまった。さあ、熱いバトルが展開されております。さあ、今度はいい当たり。おっと、ここは動けません。さあ、激しいバトルです。攻撃はまだ続いているぞ。さあ、ここでよし、当たった。白熱したバトルが続いております。おっと、攻撃はまだ続いています。まずまずの当たり。両者とも大激闘です。戦う構えに入って、さあ、この場面で、おっと、これは外れ。さあ、これは、おっと、急所攻め。あっと、ダウン。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでピカチュウの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、両者激しく火花を散らしております。よーし、ヒット。さあ、今度は大きなダメージ。さあ、熱戦が続いております。さあ、ここで、よし、さあ、この場面でいい感じの当たり。この一撃であえなくダウン。ここで試合終了。ファイナルバトル。果たしてチャンピオンの栄冠は誰の頭上に輝くのでありましょうか。さあ、手始めに、よし。おっと、麻痺して動けません。さあ、激しいバトルです。さあ、これは、よし、当たった。おっと、ドクドク攻撃。相手をじわじわ弱らせる作戦できたか。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあ、今度は、よし、ヒット。おっと、麻痺して動けません。かたやまだ余裕しゃくしゃく、かたや疲れを見せております。ここで冷凍ビーム、急所にヒット。
新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでミニミーの登場だ。さあ、互いに全く違ったタイプのポケモンだ。この攻撃、きつい一撃。いったー。おーっと、ポケモンの選択を誤ったか。さあ、両者ともかなりダメージを受けました。ここで竜の怒りだ。いい感じの当たり。おーっと、ダウンだ。さあ、次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでピカチュウの登場だ。さあ、まるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さて、おっと、電磁波。おっと、麻痺してしまった。さあ、ここで、おっと、麻痺してしまった。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあ、これは、よし、当たった。勢いのある攻撃、大きなダメージ。両者とも大健闘です。続き、バー、いい当たり。あーっと、ダウン。さあ、出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでコナックの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。バズラズの当たり。ここでジューダースボルトだ。決め十分。あーっと、一発の攻撃でダウンだ。